れでは皆さんお待たせいたしました。ただいまより荒井純一進化するの展の荒井純一先生によるアーティストトークを開催いたします。それでは先生お願いいたします。皆さんどうもよくいらっしゃいました。どうぞもうちょっと前の方へいらっしゃいました。大変失礼ですが、椅子にかけたままでおしゃべりをさせていただきます。アーティストトークといっても実はこれアートに関わる話となるかどうか分かりませんが、進化する布というタイトルにいたしました。で、進化っていうのは生き物あるいはいろんな事象がこのだんだんその時代というか環境というのに適応してこう変わっていくというふうに、まあ、考えられると思うんですが、ベルクソンというその哲学者は進化とは分岐であると、今まであったものがこの一つの枝をずっと茂らせていくのではなくて一つの分岐点っていうのがあって、そこからこの枝分かれするというか、そういう形で新しいその命の芽生えみたいなものがあるというふうに理解してもいいんではないかということでしたが、私は今回ここに展示しております布の素材というか、これはほとんどスリットヤンといいまして、プラスチックフィルムをマイクロスリット、スリットって裂け目ですね、細かく裂いて糸状にしたものを使っております。でこれは現在まではほとんど、まあ、ポリエステル、ポリエステル使う前はいわゆる昔言ったセロハンとか、あるいはその前は紙とかっていうものを使ってこの光った糸っていうのを作っておったんですが、ごくごく最近、まあ、現在もほとんど 99% はポリエステルあるいはナイロンというようなものを使っております。ここにも一部、ポリエステルもありナイロンもあるんですが、何より初めての試みとして、まあ、例えば私の後ろにあるものはこれは全部 PPS と俗称されるポリフェニレンサルファイトという素材を使っております。これは今までその医療とかこの布にしておろうというような試みはまるでなされていなかったものなんですね。どちらかというとそのコンデンサーとかそのいわゆる IT 関連のいろんな機器、そういうもののために開発されたものです。で、今我々がこの吸っている空気の酸素の含有量では燃え上がることはない、我々の吸っている空気の2倍以上ぐらいの酸素の供給を行っている中で、この方を近づけるとようやく燃え出す。しかしそういう強制的な燃焼をさせてもですね、これはまあ常識では考えられない世界ですが、それであってもいわゆる人体に有毒なシアンガスとかそういうものは発生しない。それから非常に耐熱性に優れているとか電磁波に対しての
新しい機能がたくさんあって、その機能自体を今出来上がった布を使ってテストしてデータを出している最中なんですね。ですから全く新しい機能を持った新しい素材をマイクロスリットしてこのゴールドの色というのを作りました。私の友人でもあるイギリスのやはりの織物を作っているピーター・コリングドっていう人が、桐生の市民文化会館にステンレスで大きな作品作ってますが、彼の弦を弾くとですね、織師にとって織物をする人間にとって新しい素材を与えられるということは、詩人が愛に満ちた50の言葉を得たに等しい、まあ、新しい素材ならでは表現できない、その素材の持っている潜在的な機能というものがまだ表に現れていなくても何か新しい表現に結びつくとこう言われていました。で、私もその通りだと思うし、それは何も新しければいいということではないけれども、その新しさの中に現在我々が住んでいる現代にとって必要な機能っていうものを潜在的に持っているものは必ず私たちにとって美しい表現になりうるんだ、あるいはそれを美しい表現となし得なければならないのではないかなというふうに思ったりしているわけです。あとちょっとスライドショーの中でこの空間をこんなふうに演出するに至った経緯みたいなものもご覧いただきたいなというふうには思うんですが、数年前、もう6、7年前になるんでしょうかね、奈良の元興寺というお寺で曼荼羅を現代の布で曼荼羅の表現をやろうということになりまして、今お入りになってくる入り口に青いこの渦があったと思うんですが、あれをその極楽坊という寺の、国宝であり今世界遺産になっているその寺の前庭にあれを作り、それから極楽坊の後ろ手にある石舞台というのがありまして、これは鎌倉時代からの無縁仏、いわゆる元興寺というお寺はその旦那寺、いわゆるあれがない檀家のいない寺なんですけどね、無縁仏を祀った石舞台というのがありまして、その上に金の布で覆うということをやりました。これのちょっと次をございます。これがその極楽坊の前にやりました帯同会曼荼羅を、これですね、これがあそこ石舞台というのがありまして、12メートルと17メートルという長さで無縁仏を覆って金剛会を作りました。これは上から眺めたいと思ったんですけど、全然その眺めることもできないで、天井から眺めたらこの渦やこういう組み物がどんな風になるかなというふうに思っておりました。これを次にちょっと、次に進めてください。これを写真撮りましてですね、デジタルプリントにしまして、同じ大きさにして壁にかけたんですね。これはイギリスの、プレストンっていう産業革命の発祥の地の美術館で展示したものですが、
これは縦糸にステンレスとが何本か2本入っているんですが、で防塵というか塵除け、そして燃えないというのをクリアして、美術館の中で初めて壁にこういう大きな展示をいたしました。しかしこれはやはりあくまで撮りました写真を拡大してプリントしたものであって、なんとか今この後ろにあるこういうその立体っていうか3次元のもので壁を作りたいなというふうに思っておりました。はい、次は。これがこれが貼ってある前の空間なんですね。なんとかしてこの空間にですね、金剛界マンダラを演出したいと思っていました。はい、これはこの後ろ側を見たところですね。まあ、この美術館のこの5号室という展示室が大変この大きくて大らかで、音響効果っていうものはどうかわからないけど、空間としては全力でした。はい、で、金剛界マンダラをこんな風に考えてみたいなということを図面に書いてあるんです。はい、これが黄金の壁を折るというので、これ全部で200メーターの図を使っております。14メーター、13メーター、12メーター、11メーターというのがそれぞれ4本ずつを使って折ったものです。はい、今その下に印をつけています。はい、次。これが今出来上がる状態で、これが出来上がるまでどんなことやってたかっていうのは、そちらにシャープの今回講演してくれて持ってきましたテレビで作る過程をやっておりますので、後でまたご覧いただければ結構かと思います。こういうその空間を作ることができました。